ピオキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トローリーエンターテイメントということで、トロールショーということでしょうか。で、今回僕めちゃくちゃテンションが上がっております。それはなぜかというと、久しぶりにのっぺらぼう S さんの新作コースなんですよね。いや、この方本当に楽しいトロールコース作ってくれるからマジで好きなんですよ。そして皆さん、説明文見てもらっていいですか。久々の長編騙しコースです。すぐ消すのでダウンロード推奨って書いてるでしょ。実はこのコースもう消してあるらしいんですよ。ということは、ここだけしか見れないトロールコースがあると、そういうことですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 どんなコースでもかかってこいってんだ、このマリメ絶叫テイナーピオキングがクリアしてみせるさ。なんかいつもと違う感じで戸惑ってしまったじゃないか。じゃあこのまま右に進めと。開幕メガクッパー。なるほどね、デカキノコ状態を解除して進めと。で、一旦チビ状態で進んでみようか。なんかキノコ状態だったらいけないような気がするんだよね。僕のマリメ脳がそう言ってます。ここはリンク踊ってヒップドロップ。違うやつからヒップドロップされました。ここは、いや、まだワンチャンあるよ。このブロックが鉄球、ノー鉄球で、僕思ったんだけど、これ長編トロールコースって書いてたじゃん。いや、怖いね。何時間戦うんだろうって思うんですけど、じゃあここは爆弾でブロックを壊せっていう感じだね。で、先に USA キノコがあるけど、一旦この雲の上落ちてこないか。じゃあこの右、なんかあるな。ここ、何がある。なるほど、そこに USA。皆様ご覧になられたでしょうか。このリンクマリオという男、 USA キノコを抹殺してしまいました。もうリンクマリオ表に出すことはできないので、 USA キノコに変身したいと思います。トロロケッテテ。いや、違うんだって。まさかジャンプしなくちゃいけない。何よそれは。ちょっと想定外だよこれは。さっきの話が違うじゃねえか。バグなんじゃないんですかこれは。このコースはバグもたくさん作ってくるみたいですね。まあ、のっぺらぼうさんでさ、バグコース結構好きっぽいもんね。じゃあここはチビになってエクスプロージョン。そしてこのまま先に進めと。危ないね、テレサが見えました。そしてこの先はフラワー。この場所で信用していいのか。いや、僕ね、のっぺらぼうさんのコース結構やってるから知ってるつもりなんだけど、相手も変なところに飛ばす傾向があるんだよね。なんでこのメットも違うところに飛ぶよ。一旦左行ってみよっか。これは右だ。よし、こんくらい分かってんだよ。さあ行きますか。メットフューチャーリングマリー、もう終わったね、解散しました。じゃあここはハテナを叩いてみる。そしたらリンクが出てきて、このリンクを取って土管に入るのか。一旦右下のブロック怪しいな。よくもパウ様をやってくれたな、無機物よ。でもこれが何か救世主、その可能性がある。すいません、謝らなくちゃいけないことが一つあります。今まで引っかかった罠、すべてわざとでございます。長編トロールにおいてわざと引っかかる行為は必要ないと僕は感じました。さあここで中間ポイント取れて。このバネはなんか意味ありげだな。何もしないでおくか。で、なんでよ、この場で乗れるんじゃないの。頼むってまで、僕をそんなに嫌わないで。この場でやろうが。それじゃあここはツララを一旦壊しておいて、 USA をまた取ってドアに入ると、そういうことですね。そして次はパウがあるけど、このキノコを取ったらダメでした。そういや、最近ね、悩んでることがあって、一発マリオやめようかなと思うんですよ。いや違うね、やめるって言ったら語弊があるね。うん、サムネにするのをやめるっていうか、まあたまにはするかもしんないんだけど。あめっちゃビビったし、ありがてえ、 USA までくれちゃってさ。じゃあここのメットを投げて、いや危ないね、こっから投げようか。投げて下に行けと。パパンじゃねえんだよ。どうすればいいんだよこれ。もう下に行くしかないやんか。ヘイヘイじゃねえんだよ、こっちはノーヘイなんだよ。で、さっきの話の続きなんだけど、一発マリオだけのサムネじゃないで、今後いろんなサムネを作っていこうかなと考えてるんですよね。まあ、そのせいで一発マリオをする機会が減るっていうのはあると思います。まあ、その代わりいろんなコースをやっていくっていうか、ここは真ん中か右、どっちから。右。なんでなんだ。さっきからちょこまかしやがって。ここは何もしなかったらこの場所でフラワーが取れるっていうことか。そして右のトゲゾー、あそこも怪しいね。右に行くのか左に行くのか。僕は左に行くことに180円かけます。見てください、ここで僕はきっちり取る。
いやちょっと待ってよ、なんだこれって出過ぎでしょ、どこに隠れてんの犬がよ、このだけか。まさかの右でも左でもないっていう、かぶれないっていう結末に終わってしまったね。じゃあここはデッキを出してすぐ右に進めと。そしてこの先のメット、かぶらない、絶対それでいいよ。やるじゃないか、のっぺらぼうさんよ、楽しませてくれるじゃないか、敬意を持って。あなたの顔に後で僕は落書きしたいと思います。ここはタイミングよくかぶれっていう感じだね。ここ、よしよしよし。そしてうわこれ怪しい、叩きたくなるけど特に何もない、ジャンプする。あはー、なんで下に行くの。嘘でしょ。はい、左のあれに当たることができるの。なるほどね、ガチャのバックで行くと。すげえめんどくせえことさせるな、これ。多分端っこだけ多分何もないっていう感じでしょ。うわ絶対そうだ。もうこれ早送りしていいかな。僕この間ずっと喋り続けるトーク力がないんですよ。だから皆さんここはカットさせてください、お願いします。すいません、僕カットする人間で、僕はいつもカットするような人間なんですよ。髪の毛も最近カットした。右かー。あさあ、これ編集して今何分ぐらいの尺になってるか分かんないけど、もう他の実況者の 1.25 倍ぐらい喋ってるかもしんないから、もう喋んなくていいかな。じゃあここはオープンブロックのところ行くと思うでしょ。でも僕は行かない、この場所で留まっておく。いや、オープンブロックのところで何もしないでおこうか。せめてオープンブロックのところまで行かせて。せめて、いや、ここで下に行けばですよね。まあそうなると思ってました。こっちは何がある、このまま右に進んで死に耐久っぽくないか。大丈夫、ここは上に勝ちブロックや。あれよね。いやめんどくさそう、これ右押し一発であのガリガリのところまでいけるかな。ちょっとそれ試してっていい。いや右押し一発でいけないね。っていうことはこれタイミングよく綺麗にジャンプして入らないけっていうことか。いやこれ一旦当たっておく、爆弾に一旦当たっておいて、この状態だったら一回しかいけないでいいもんね。なんだ左のブンブンはよ、僕が死に耐久で苦しむ姿を見て踊ってんのか。お前はお前もこっちに来いよ、頼むから。うーマジで難しいよ、お母さん助けて、もう嫌だ、こんな死に耐久、今までのペラボンさんのコースこんな死に耐久ありませんでした。なんなんですかこのコースは。僕のトークが続くうちに早く早くガリガリのものまで行かせて。うるせえ。もう飛ばしていいかな。そろそろちょっと見てるみんなも飽きちゃうかもしんないから、この場面飛ばしたいと思います。というと思ったでしょ、僕は絶対に飛ばしたいと思います。みんな見て、 P スイッチが発動してしまったね。ちょっと楽にさせてくれるとそういうことですか。いや、やっといけた、悔しいね。 P スイッチに頼りなんて、この知り耐久名人絶対にあそこを攻略してみせたいと思います。みんな見てて、もう一回行ってみせるから。あれ、なんかちょっとさっきと違うくない？ほら、右側コース違う。え、中間ポイント取ってるのこれ。まあ、多分そんな感じだよね。なるほどね。いや、どこで中間ポイント取ったんだろう。それじゃあ、こっから罠が変わってるっていうことだよね。一旦何もしないでおこっか。そしたら、なるほどね。甲羅をパウに当てることができると。そして、このまんま、またメットを蹴りたいと思います。どうなる？頼むって。そういうのはやめてくれよな。なんでクッパクラウンに魚が乗ってるだけでこんなに強いんだ、この魚クラウンが。もう僕は何も探求心を持たないで全て無視していこうかなと思います。なんだこの2つは、一生取ったらどうなる。ちょっと罠に引っかかる準備していい。そんな感じはしてたけど今、リアクションの準備しててよかった。ただ皆さん、あのドクロコースターを回避したところで何が起きるか分かりません。この2つ一緒に取るとどうなるんでしょうか。普通だな。何が起きろ、なんか期待したよ、少し変わったギミックがあるんじゃないかなって。それじゃあここは爆弾を投げる、そしてあのブロックを壊せばどうなるんだ。左を失敗しておこうか、そして土管に入る。やっぱりね、これで正解でした。左を失敗する必要はなかったんですけど、ここもドクロコースターがあるな。下から、いや上から行ってみる、これ怪しくない、花火合ってる。そして左を失敗、いやジャンプして隠しブロックが出るんだよ。そして左を失敗すれば頭パッカーン。
どうも、頭パッカン系 YouTuber です。それじゃあここは右のキノコを取れるのか、どっかに行くと思うんだけど左か。このキノコを取ってすぐに USA キノコを取るという始末になってしまった。じゃあここは下から出てくる USA キノコも気をつけなきゃいけないっていうことだろうね。で、ここのブロックを壊して扉に入ると。それじゃあ進んでいきますか。そろそろゴールがあってもいいことだと思うんだけどね。右の怪しくない？すげえゴールっぽいんだけど、どうなんだろうね。いや、行ってみる。裏の裏を書きたいと思います。頼む、ゴールで。いや、期待した。何これ、使ってる。めっちゃ乗るの、ほんと。なんか紛らわしいもつけちゃれ。はい、それじゃあここなんだけど、左の50コインもすごく怪しいんだよね。左にブロックがあるじゃん。あそこからなんか穴が開いて先に進めるようになるみたいな。まあそんなことはないとは思うんだけどね。それじゃあここはどうすればいいんでしょう。2つ目のビッコインゲットか。あと1個っていう感じだね。そしてここは、えっ、いや大丈夫だね。絶対こっち違う。なるほどね、死に耐久っていう感じが。ちょろっとお前じゃないだろう、来るのはお前なのか。本当に腰は変わったよ。誰ですかね、またチョロブ。絶対違うよ、このチョロブもまたカシャー持ってんじゃないの。おっとかあれ、なんかさっきと違うくらい。こんなのが赤ブロックがなかったもん。どっかでまだ中間ポイント取ったっていうことなんかな。いや、絶対そうだ。ということは罠が変わってるということか。ここはキノコを取らない方がいい、そういう感じなんじゃないか。ほら、合ってた。これは、いや、絶対これだ。多分このフラワーがいるんだよ。それじゃあ進んでいきますか。どうなる。合ってる合ってる。左フラワーはないもんね。制作者さん、水をあげ忘れたようですね。ということはここでゴールなんじゃないか。なんでよ。頼むって、いい加減ゴールさせてくれ。これはテレサ、あなたは一緒なんですね。もうゴールできたわ。どうせ次でゴールしてみせたいと思います。さあ、ゴールの瞬間が来ました。ここで待っておけばボム兵がブロックを壊してくれてゴールするということでしょう。さあ、ボム兵来るんだ。来なくてもいいのかな。ここらへんゴールだった。やったー。いや、本当に素晴らしいコースだね。ぜひまた作ってほしいぐらい楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。最強になったクリボーということで、説明文見てもらっていいですか。最強になったクリボー、てん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 。この説明文でこの方がどういう人か僕は分かりました。何かを説明文に書こうと思ったけど何も思い浮かばなくて、でもコース名と同じことを書くのは味気ないと思い、てん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 をつけた。そういうキュートな部分がある制作者さんですね。すげえ。皆さんすいません、いつもしょうもないトークばかりかましてしまって。そしてこの最強になったクリボー、こういう系の一発マリオたくさんあると思います。またこんなサムネが出てきたよと見飽きた方もいるでしょう、きっと。僕もそう思います。だが、しかしそんな中でもいつもクリボーの倒し方が違って、とても感心させられるものが多いんですよね。というわけでこのコース、一体あのクリボーをどうするのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.78% でね、僕真面目に考えてることがあるんだよね。やっぱ条件はクリボー一体倒してゴールだね。一発マリオそろそろ潮時かなと思うんですよ。やってる方が多すぎてさ、マリオメーカーズ残念で、そんなばっかりじゃん。何なんですかこれ、無理じゃないんですよ。この場所でしゃがくルーンをしてクリボーを踏む。このとんがりコーンが、どっかに突破口があるはずだ。あのクリボーを倒す手段が何かあるはず。背中やがら諦めクリボー。すいません皆さん、いつもうるさくて本当に申し訳ないって気持ちあるんだよ。コーラに入ってる砂糖と水の量ぐらいの分量で思ってるね。いや、本当こいつマジで大変にしてんか。ちょっとマジで集中しよう。こっからクリボーが右に行くわけでしょ。で、一マス上全部に隠しブロックがあるってことは、今のだ、絶対今のじゃない。なんでクリボーが左に来た時にこっからくるりんで倒す。
って。もうあとは作業芸だよ。皆さん見ててください。こっからクリボーにやられるところだけノーカットでお届けしたいと思い、パパ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 、もうふざけはやめにしたいと思います。こっからが、おいえ、笑っちゃってゴールしてしまいました。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。